竹尾社長のだから金鋭堂。金鋭堂の竹尾です。小久保そのリブにシャープなスクエアデザインを採用した新たなレンズシェイプのニューモデルオークリートップスピナー 4B が2023年新登場です。このオークリーの新作オプサルミックフレームトップスピナー 4B はオークリーのオプティカルフレームコレクションの新たなスタンダードとなるモデルで、かつエントリーモデルという位置づけになっており、かなりお手頃な価格でお求めいただけます。それではここでこのトップスピナー 4B の機能を皆様にご紹介させていただきます。オークリーの新作オプサルミックフレームトップスピナー 4B、 このデザインを待っていた、そういった方も少なくないのではないでしょうか。今の流行りを追うのではなく、この極細のリムにシャープなスクエアレンズの洗練されたデザイン、このデザインは知性とクールさを演出してくれる、そういったデザインです。さらに、このテンプルと呼ばれる耳にかける部分には、オークリーのアイコンがあしられております。このトップスピナー 4B に使われている素材は、オークリーの特殊の素材、超軽量 C5 合金が使用されており、さらに、この、鼻の部分。この鼻の部分には、調整可能な機構を搭載した、クリングスパーツ。さらに、鼻に、実際に当たる部分、このノーズパッドには、ズレを防止、お鼻に優しくフィットする素材である、シリコンのノーズパッドが搭載されています。さらに、この耳にかける部分。この部分には汗や油分、水分を吸収し、運動時にもズレを防止する、オークリーの独自の素材、アンオブタニウムイヤーソックスが取り付けられるなど、随所にオークリーのテクノロジーを感じることができます。そして、このトップスピナー 4B、エントリーモデルとして価格自体はかなりコロナ価格ですが、その値段は手頃でも一切の妥協はありません。シンプルなデザイン、それでいてモダンなスタイルを組み合わせたこのトップスピナー 4B は、あなたに新しい魅力と価値を提供します。それではここでトップスピナー4B の実際のサイズと重量を計測してみます。まずレンズの横幅が実測で約51ミリ。レンズの縦幅がこちらも実測で約29ミリ。こういったサイズになっています。さらに全体の幅ですが、全体の幅もフロントの部分の
一番広いところで計測をさせていただくと、約135ミリの幅となっております。この幅に関しては、このトップスピナー 4B は広げたり、逆に狭めたり、そういったことも自由に調整可能なモデルとなっています。それでは実際の重量を計測をしてみたいと思います。このトップスピナー 4B に使われている素材は、オークリーの軽量素材 C5 合金。レンズに今、デモレンズが入った状態で、どのくらいの重さになっているのか、計測をしてみます。このデモレンズが入った状態で、なんと 16g という驚異の軽さを実現しています。きっとかけた方にまるでかけていないかのような、非常にその軽さというのを感じていただけるはずですし、きっとこのトップスピナー 5B がドツキユーザーの新たなスタンダードを作ってくれます。このトップスピナー 4B はフレームの価格がなんと16,940円という非常に手頃な価格になっており、胴付きレンズを入れても3万円しないでお作りすることができます。さらにこのメガネ拭きでできたオークリーの専用マイクロクリアバッグ、そして専用のこのハードケース、この2つが付いて、先ほど申し上げたフレームが16,940円という価格になっております。シンプルなデザインと構造、そしてモダンなスタイルを組み合わせたこのトップスピナー 4B は、胴付きのユーザーが求める高い理想を叶えるアイテムです。今までオークリーのアイウェアが欲しかったけど、値段の部分で諦めていた、そういった方にぜひおすすめのオークリーのエントリーモデル、新作オフサルミックフレームトップスピナー 4B、 どうぞよろしくお願いいたします。金栄堂ではさまざまな新しい情報や皆様のお役に立つ情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。だから金栄堂。